チャンジーカスーパー GLC のラケットにテナジー 64FX を貼ってみました。重さはテナジー05より軽いです。かなり軽いです。テナジー64よりも軽いです。テナジー史上一番軽いものがこのテナジー 64FX だと思います。スピードはかなりあります。テナジー05やテナジー80よりもスピードがあります。テナジー64を使っていて台上のつっつきやストップが弾みすぎるなという方はぜひテナジー 64FX を使ってみてください。柔らかくなっている分、つっつきとストップが非常に短く小さく止まりやすくなっていて、とてもおすすめです。チャンジーカスーパー GLC のラケットに 64FX だとかなりのスピードが出て、ラリー戦にあってももうスピードが速すぎて相手がスイングを始めるスイングする余裕がないぐらい速いスピードでドライブが行くのでとても有利に試合を進めることができます。打球感はかなり柔らかいです。バック面に非常におすすめのラバーとなってます。フォアに比べてバックの方が力が出にくいのでバックドライブがスピードがすごい出て回転もかかって非常に使いやすいです。バックが苦手だなという方にはテナジー 64FX を使って、あ、自分ってバックが得意なんだ、バックが得点力になるんだっていうのを体感してほしいです。フォア面に貼る場合は、カーボンとかアリレートカーボンとかの硬い、打球感の硬いラケット、ハードなラケットと相性がいいです。ソフトなラケットだと 64FX が柔らかいので柔らかいの組み合わせになってしまってちょっと使いにくいかなっていう印象があります。今までなかなか打ち抜けなかったという方、一発の得点力が欲しいという方は、ぜひテナジー64やテナジー 64FX 試してみてください。